ちょっと話聞いて。なんか悩み事？親友のあんたの話なら何でも聞くよ。今出張で旅館に泊まってるんだけど、なんか夫っぽい男を見かけたんだよね。和彦くんを？うん、そういや和彦くんって1ヶ月くらい前にリストラに会ったよね。ええ、今職探ししながら家事とかやってもらってる。ゆいもまだ5歳で手がかかるし。その和彦くんがたまたま同じ旅館にいたってこと？どういう話？なんか若い女の人と一緒にいたのよ。あ、浮気ってこと？二人してすぐにエレベーターに乗っちゃったから顔はっきり見たわけじゃないんだけど、多分見間違いじゃないと思うんだよね。本人に電話してみたら？さっきから何度もかけてる。でも全然出ないんだ。マジか。もし本人だったらありえないね。無職のくせに浮気とか。本当よ。私のお金で他の女と遊ぶなんて信じられない。あ、無職だから、真由美がお小遣いとか渡してる感じ？まあ、そんなところ。私のクレカを1枚預けてあるのよ。何枚か持ってるから。マジ？買い出しを頼むためにいちいち現金渡すのも面倒だし、無駄遣いはしないって和彦が約束してくれたから。まあ夫婦だしね。でもそのクレカ使って浮気旅行に来てたとしたらクズゴミじゃん。だね。この手で和彦を殺しちゃうかも。ちょっと怖いから。ごめん、冷静にならなきゃね。そのためにリサに話を聞いてもらってるんだし。っていうか今気づいたんだけど、もし本当に和彦くんならゆうちゃんやばくない？だって一人で家にいるってことでしょ。ああ、それなら大丈夫。お母さんにゆいの様子を見に行ってほしいって頼んであるの。実家って近いの？うん、何かあった時のために合鍵も渡してあるし。じゃあ大丈夫か。まあこれで和彦が不在ならほぼ黒確定なんだけど。確かに。でも冷静に考えたらやっぱり真由美の見間違いって可能性が高くない？なんで？だって和彦くんは真由美が出張で泊まりに行くことを知ってるんだよね。もちろん。じゃあどこの旅館に泊まるかも分かってるわけでしょ。なのにわざわざ浮気相手とそこに泊まるかな。ああ、私がここに泊まってるのは知らないわ。出張に行くって言った時もはいはい、行ってらっしゃいみたいな感じで興味なさそうだったし。何それ、なんかムカつく。最近はずっとそんな感じなのよ。もう結婚7年目だしさほど気にしてなかったけど、他の女に気持ちが向いてるって考えれば辻褄が合うかもね。そっか。とりあえず進展があったらまた教えてよ。わかった。翌日。家族まだ？私いつまでロビーで待ってればいいわけ？ちょっと待ってくれよエリピョン、受付のやつがアホすぎるんだ。まだカード使えないって？そうなんだよ、使えないわけないのに。こちらのカードは現在ご利用できませんの一点張りでさ。期限切れてるんじゃないの？いや、それはない。奥さんのカードだから家族は使えないとか？これまで何度も使ってるよ。クレカで買い物するときに本人確認なんていちいちされないから。わかった、暗証番号が間違ってるんだ。もううるさいな。これまで何度も使ってるって言ってるだろ。ひどい、何その言い方。あーごめん、愛してるよエリピョン。ピョピョン、早くして。ごめん、でもどうしようもないんだよな。前見に確認しようにもあいつ全然電話に出ないし。ねえねえ家族。どうした？なんか変な女が私に話しかけてきたんだけど。何それ？あなたに話があるとか言って隣に座ってきたの。マジキモい。危ないやつだろ、離れた方がいい。だよね。あ、真由美から返事来た。悪いな、エリピョン、まだそこで待っててくれ。あのさ、カズくん。じゃあ。3分後。真由美、大変なんだ。一体どうしたっていうの？クレカが使えないんだよ。は？何度通そうとしてもこちらのカードは現在ご利用できませんとか言われちゃって。どこかで買い物中？ああ、ゆいとデパートに来てるんだ。それでおもちゃをねだられたんだけどカードが使えないから本当に参ってる。それはおかしいわね。だろ？現金の持ち合わせなんてないし、カード会社に確認してくれ。わかった、すぐに確認する。頼んだ。って思ったけどその必要はなかったわ。だって私がカードを止めたんだし。え？大変だね。このままじゃあなた浮気旅行代払えないんじゃない？いや、お前何よ。
ていうか大丈夫？さっきから何度も額を拭ってるけど、そんなに汗かいてるの？は？そんなキョロキョロしたら他のお客さんに変な人だと思われるって。お前この旅館にいるの？え？あなたどこかの旅館にいるの？いいから質問に答えてくれ。ノビーの方見てみな、窓際の端っこの方。ほら、手振ってるの見えない？あ、5分後。なんで逃げちゃうわけ？やっぱりそうじゃねえか。どうしてお前がここにいるんだよ。出張だって言ったじゃん。昨日からここ泊まってるの。はあ、だってここは都内だぞ。だから？都内に住んでるやつが都内に出張なんて行くかよ。普通は地方とかだろ。何その偏見。普通に都内出張とかあるから。だとしても泊まりはおかしいだろうが。上司が宿泊券をプレゼントしてくれたのよ。なんか使う予定がなくなったとか言ってね。今回の出張はたまたまその近くだったから、ついでに使っちゃおうと思って。そんな話初めて聞いた。私が出張の話をした時、あんた全然興味なさそうだったから特に話さなかった。それにしても同じ旅館とかミラクルすぎだろ。だよね。ね、いい加減どういうことなのか説明してもらえる？え、ここで何してるの？それはもう浮気旅行だって分かってるんだから正直に言いなさいよ。それともここにいるエリカに聞いた方が早いかな。え、今一緒に座ってるの。あなたに手を振った時私の横にいたでしょ。そういえばいたような。あ、エリカに話しかけてきた変な女ってお前だったのか。失礼な。私は和彦の妻ですけどって優しく説明したわよ。向こうは青ざめてたけど。そりゃ怖いだろ。で、どうするの？あんたが説明する？それともエリカに聞く？わかったよ、俺が話す。じゃあどうぞ。まずエリビョンと出会ったのは1ヶ月前だ。俺がリストラに会ってすぐに合コンで知り合った。はい、ストップ。え？リストラに会ってすぐに合コン？いや、その元同僚が俺に気を使ってくれたんだよ。合コン主催してやるからリストラなんて気にするなって。それでのこのこ参加したわけ？一刻も早く仕事を見つけなきゃいけない立場なのに。俺だって急なリストラで心が傷ついてたし、自分で自分を癒したいと思ったんだ。そもそもリストラされたのはあんたが悪いんだよね。仕事でありえないミス連発したんでしょ？まあ。どんなミスしたかもう一度言ってみなさい。1億の商談に大遅刻して破談にしちゃったり、3億の商談中にうんこ漏らしてその取引先との関係が終わっちゃったり。会社のパソコンでいやらしい動画見てるのを上司に見つかったりしたんだよね。ああ、それで人員整理とか言って俺だけリストラされたんだ。ずっと思ってたけど、それただのクビでしょ？あまりにポンコツすぎて。でもうんこ漏らしちゃうのは仕方ないだろ、生理現象なんだから。それだって前の日にお酒を飲みすぎたからじゃない。自己管理がなってないのよ。晩酌は俺の唯一の楽しみなんだ。それで合コンとかありえない。しかも若い女に手を出すとか。それこそお酒の力だよ。酔った勢いでついやっちゃったんだ。言い訳すんなゴミ。1ヶ月も関係を続けてる上にこうやって旅行にまで来てるでしょうが。それはマジで何考えてんの？ゆいを置き去りにしてお泊まりデートとか頭おかしいんじゃない？ゆいはもう5歳だし1日くらい留守番できると思って。父親としてクソすぎるわね。ゆいはお母さんが預かってくれたからいいけど。え、そうなの？私があんたを目撃したのは昨日の夜。その時点では確証がなかったけど、万が一のためにゆいの様子をお母さんに見に行ってもらったの。そうだったのか。そしたらあんたは不在。しかもゆいのことを口止めしてたんだってね。後でおもちゃ買ってあげるから、今日パパが出かけてることは誰にも内緒だぞって。いや、それは。お母さんがしつこく聞いたら、重い口を開いてくれたらしいわ。あんた、自分の娘に対して何やってるわけ？ごめんなさい。そこまでしてこの女と旅行に来たかった？しかも人のクレジットカードで。つい任さっちゃったんだよ。なかなか仕事も決まらないし、ストレスとかも結構溜まってて。そんな時にお前が泊まりで出張に行くなんて言うから大チャンスだと思っちゃったんだ。このゴミ、カス、ポンコツ。本当に悪かったよ。あんたには心底幻滅した。そもそもやってることがバカすぎてドン引きだし。え、人のクレカで旅行の代金なんか払ったら一発でバレるよね。その辺どう考えてたの？何が？いやだから来月の明細書見れば旅館でお金を使ったってバレるじゃない。そうなのか？明細書で分かるのって金額だけじゃないの？こりゃ本物のポンコツだわ。たとえ分かるのが金額だけでも
額が大きければ怪しまれるでしょ。そこはゆいに安いおもちゃを買って高いおもちゃを買ったことにしようとかいろいろ。もう喋るなゴミ。あんたは夫としても父親としても最低すぎる。いや、そもそも人としてカスすぎる。ちょっと言い過ぎだろ。これならもっと早く離婚しておくべきだったわ。え？あんたとは離婚する。浮気の慰謝料は二人に請求するから。嘘だろ。何が？これ以上ゴミと夫婦でいる理由なんてある？たった一回の過ちで俺を見捨てるのかよ。当然バカなあんたのことだから5回でも10回でもやりそうだし。もう浮気なんて二度としない。だとしてもポンコツすぎて無理。まゆみ。名前呼べなカス。クソもらしうんこ浮気野郎。ひどすぎだろ。ゆいの養育費もきっちり払ってもらうから。じゃあ私はチェックアウトしてさっさと帰る。え、俺の支払いは？は？カード止めただろ。ここの支払いはどうするんだよ。知るか。お疲れ。まゆみ。後日さん、結局和彦はエリカに頭を下げ、どうにか支払いを立て替えてもらったみたいです。しかしその際に、どうして私が払わなきゃいけないの？しかも浮気の慰謝料まで請求されるとか最悪と、受付の前で思いっきりビンタされたみたいですね。とんだ恥さらしどもです。和彦との離婚が成立し、慰謝料は二人に200万ずつ、和彦にはそれプラス900万円の養育費を請求しました。二人とも貯金がなかったため、今はそれぞれボロアパートに住みつつ、バイトとパートの稼ぎで支払いを続けています。二人の男女の関係も自然と終わったみたいですね。今回の件を親友のリサに報告すると、そんな男とは別れて正解と言ってくれました。これからは友人や家族に支えてもらいながら、ゆいと頑張って生きていきたいと思います。